いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2020年式ポルシェパナメーラを紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、左リアのドアエッジに傷がございます。走行距離に関しましては約4000キロと非常に低走行かつ車両コンディション良好な1台となっております。外装色はリストレッドブラウンメタリック、インテリアはサドルブラウンスムースレザーが採用されております。普段使いやスポーツ走行、レジャー仕様など幅広い使い方を期待できるポルシェパナメーラでございます。こちらのお車は広々とした室内空間、荷物スペースに加え330馬力を発揮するエンジンにより高い走行性能を発揮する1台となっております。またポルシェマストオプションであるスポーツクロノパッケージや全席後席シーターをはじめ、オプション面でも充実したお車となっております。エンジンは3リッター V 型6気筒のツインターボエンジンが搭載されており、最高出力は330馬力でございます。ヘッドライトに関しましては LED が採用されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。また足元には純正21インチエクスクルーシブデザインアルミホイルにより上品な足回りとなっております。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては電動での開閉となります。トランクスペース広々と確保された1台です。スーツケースに関しましても複数個収納することが可能となっております。また後部座席を倒していただきますと、長い荷物にも対応が可能です。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはサドルブラウンスムースレザーが採用されております。運転席助手席ともに良好なコンディションです。ステアリングに関しましては3本スポークのレザーステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されており、自由自在な変速が可能です。またアダプティブクルーズコントロールにより快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、またバックギアに入れていただきますとバックカメラが作動し安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては8速の PDK シフトが採用されております。走行モードに関しましてもコンフォート、スポーツ、スポーツプラスモードが用意され、より刺激的なドライブが可能です。またスポーツクロノパッケージによりセンターにはスポーツクロノが装備されております。フロント両席にはシートヒーターも装備され、肌寒い季節でも快適なドライブが可能です。続きまして後部座席紹介させていただきます。後部座席に関しましても目立った使用感はなく良好なコンディションを保っております。また広さに関しましても十分なスペースが確保された1台です。後部座席にもシートヒーターが装備されたお車です。最後に気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2020年式ポルシェパナメーラを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約4000キロと非常に低走行かつ車両コンディション良好な1台となっております。高い実用性、走行性能だけでなくステータス性も魅力的なパナメーラでございます。こちらのお車に関しましては330馬力を発揮するエンジンと8速の PDK シフトにより大きなボディではございますが軽快な走行をお楽しみいただけます。またインテリアに関しましては純正のハードディスクナビゲーションやシートヒーター、アダプティブクルーズコントロールに加え広々とした室内空間が確保されており快適なドライブが可能です。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。